明治期のものと推定される、花雑巾玄方刺し子は、山形県米沢藩の下級武士、原方衆の婦女の間から、生活区の中でも、氏族の誇りを忘れないために生まれ、昭和初期まで受け継がれた、裁縫技術による雑巾である。花雑巾、紙杉花雑巾ともいい、その技術そのものを指して、米沢刺し子,子とも言う。氏族の証である文様を差し入れた足拭き用の、 雑巾を玄関に置き、貧困から田畑を耕す一族の男衆がから帰宅した際や、来客に足を乗せさせる際に、本来の身分を思い起こさせるために用いられた。1601年、関ヶ原の戦いで敗戦した西軍に関与していた、上杉影勝は、藍津若松120万国の拠点から、6000人余りの家臣と共に、米沢藩30万国に原報された。 当時の米沢は800戸程度からなる田舎であり、家臣の名を得加熱軍が中心となって、城下町を構築したものの、すべての家臣を城下に収容することは不可能だった。そのため、下級武士は合志となり、1609年頃までに南原や花沢東町の四方の原野に住落を築いてしまうことを余儀なくされた。これら下級武士は、原方州、原方、 笹さぐ文人と呼ばれ、合図から移住した武士の約3分の1、約8000人が原型衆となった。原型衆は、平時は荒野を開拓して、作物を育てる農民さながらの暮らしを送りつつ、月に2回米沢城に出勤して、武芸を練り、城の防衛や河川の氾濫や街道の防備に当たる屯田兵となって、食いぶちを稼いだ。このような合子呪落の例は、 全国的にも稀であり、薩摩藩の麓も樹落のみが他に知られている。1664年、四代目の上杉綱勝が、四次を残さず休止すると、米沢藩は、お家断絶を免れるため、藍津藩の祖である、星名正幸の仲介により、吉良義仲の公用死に迎える。所領は15万国に半減して、犯罪性はますます困窮し、 城下の家臣の放牧も半減した。このため、氏族の中ではその身分を城家に売り払うことが流行し、圧政に耐えかねた農民の間には逃亡や間引きが増加した。さらには1720年の強作、1755年から3年間続いた大強作が犯罪性に甚大な影響を及ぼした。下級族の大半が町民や農民に見ようとし、 名ばかりの氏族が増えると、氏族意識も低下した。米沢藩は文武両道の指定教育に熱心であり、藩内に7箇所の武芸書を設け、指定に厳しく武芸を伝え、武士道を説いていた。武士道とは、武芸によって巧妙を立てて子孫繁栄を図り、家名や家柄を尊び、主君に忠義を尽くして出世することを人生の目標としたものであり、 身分が下がった場合も、カウンサイコのために名誉回復を図ることを、氏族の足しなみとしたものである。しかし、経済的理由によりそれまで別視してきた、農交渉の位置に、自ら身を落とすこととなった、下級武士たちは、氏族の権威が失墜して、対面を保つことも難しくなっていくと、精神的な支えであった、武士道も失われていった。身分的には武士でありながら、 生活実態から武士の心を失っていく士族に対し、逆に士族意識を固めたのが原方衆の妻女らであった。夫と共に農耕に従事するも、妻女たちも元は、越後時代の名称の血筋にあたる身分の高い者も,も多く、お家最高にかける武士道精神は、婦女子にも育まれていた。そのような士族の妻の教養の一つに、裁縫の技量が挙げられる。 1646年に杉田官兵衛が女の心得を表した目のと創始では武士の妻はいざという時夫が馬の背に蔵をつける数分の間に神下の一着を縫い上げるくらいできなくては武士の妻たる資格なしと裁縫の技量と速さを問うているように代々武家の間では婦女子に厳しく裁縫をしつけた原方衆の裁除は氏族の妻ならではの その技量を、どの家でも座敷に上がる際に必ず用いる、足を拭うための雑巾に縫い表し、本来の身分の誇りと技術を表出させた。これが、雑巾という用途にそぐわない、華やかさから、花雑巾と呼ばれる腹型差し子である。米沢藩は、四代目綱勝の死後の原法やたびたびの、基金を乗り越えるため、藩として幾度か、大きな倹役礼を敷いた。 衣類については、カッパを着ること、風呂敷を持つことを禁じ、老人以外は旅を履くことや、塗り下駄も贅沢品とみなされ、禁じられた。このため、人々は家に上がる際には、門前の川を石を置いてせき止め、雑巾の下駄ごと足を洗う習慣があった。どの家の戸口にも、濡れた足を拭うための雑巾が置かれていて、家人も客人も家に上がる、誰もが必ず目にするそれに、 武士の身分を固辞したものである。彩女らは、上杉市一門独自の図柄を考案し、区画を割ったその中に、多様な差し分を縫い入れ、その種類の多さを競った。数十、数百もの差し分技術を知るということは、その彩女は十二人へも縫えるだけの技量を持つことを意味、し、それを固辞したものと考えられている。布地に方眼を描き、縦、横、斜め、くぐり差しなど、 多様な技法を用いて模様を描く。吉光か松川美氏を貫いて区画を分割した各面に様々な種類の刺し文様は入るのが最大の特徴である。吉光と松川美氏は米沢藩の氏族の子息が元服の際に身につける神下の模様であり、武士の身分を象徴する柄として農民など他の身分のものは用いることができなかった。特に 筆光が多く用いられた。差し文は、原方衆の暮らしにまつわるモチーフから考案された。野山や川などの自然の風景、春夏秋冬の稲、朝、紅花、柿花や、ゼニアソロン出世文の矢羽など、農作物の豊作や暮らしの安定などの願いも、込められた。一枚の雑巾に80種、時に200以上もの差し文様の入ったものもあり、 死族災女のあらん限りの知識と技が詰め込まれた。大きさは小さいもので一尺四方、大きいものでは二尺から三尺ほどの長さがあった。身分の高い客人の足の大きさに合わせた布を当て、周囲に刺し分を入れた豪奢な雑巾も作られた。差し子は一般的には木綿などの温かい量を持てなかった貧しい庶民が擦り切れた古着や麻などの目の粗い布地に、 糸で細かく刺繍を入れることで、布の密度を上げ、風を通さない丈夫な布に加工する伝統的な手法である。東北地方など、綿化が生産できない、寒冷地で特に発展した防寒の技であるが、原方刺し子は、その発展の経緯に、独自の文化と特徴がある。士族の証である文様を差し入れた足拭き用の雑巾を玄関に置くことで、 貧困から田畑を耕す一族の男衆が他から帰宅した際や、来客に足を乗せさせる際に、本来の身分を思い起こさせるために用いられた。文様は、多様にあり、来客の格により使い分けた。一部では、苦しい生活を強いた藩主への恨み事を書いた紙を内部に差し込み、それで足を拭くことで嘘を払らした例もある。十一世紀の伝承活動では、 喫光の六角形に差し分を入れたコースターやテーブルクロスやタペストリーなどにその技術が転用されている。上杉氏は原型州に対し総面積150坪の屋敷を与えたが、裏半分は野菜畑とし、自給自足の生活を余儀なくされた。まぐは身分に応じて6件から8件、奥行きは約25件と定められていたが、 屋敷に続く土地は開墾したものの所有にするとして、荒野の開拓を促した。新たに開拓した土地は、土を深く耕す必要があるごぼうの栽培を義務付け、農地への改良を図った。米沢藩は農政を土台としており、原方衆は土地の効率的な利用と税収を見込んでの施政下にあった。敷地裏の北側には薬草を植え、周囲はうこぎの生垣で覆われた。 ウコギは、わかめが、食用になり、茶の代替品とも薬用にもされた。縁起物の植物であるボタンや南天は、農耕用の土に植えるのは、もったいないとして、藩の指示で、雨の当たらない縁の下に植えられた。台所の下は家に続いており、残飯で濃いをかった。子供が生まれると、米沢藩はクルミや栗などの実のなる木を、藩の岩井木として与えた。 門前の掘っ立川べりに植えることとされた岩行きから川に落ちる実は半栗、半くるみとして過労の屋敷の池に流れて集められるようになっていた。原方衆が家に上がるたびに足を洗った屋敷門前の掘っ立川は20世紀に入っても速攻として残り、つけななどの収穫物を洗う習慣があった。折口には足を洗う水を溜めるべく、 川をせき止めるために使われた石が一つずつ残る。当時、領地港に見合わない家臣を保持した、米沢藩の犯罪性は困窮し、城下の武士も、粥を食し、髪の布団で寝る暮らしを強いられた。原方州の暮らしぶりも、鳥のとせかも凍る極寒の冬でも藁の中に、裸で潜り、あるいは、むしろをかぶって、箱で寝るなど悲惨を極めたが、城下に残った。 下級武士に比べると、藩の不信に動員されることが多く、開墾によって得た農地を有する点で、やがて生活水準は、城下の下級武士を上回った。そのため、城下のおかゆ、原、原方のクソつかみとのられることもあった。サシコ工房総匠案、サシコ工房総匠案の一室に設けられた、米沢伝承館で、 米沢織や、鳴島焼きを再現した、米沢焼きなどの伝統工芸とともに展示され、講座や勉強会などを通して、技術継承が模索されている。米沢市が2016年度から取り組む、米沢ブランド戦略事業の一環で、NPO 法人米沢伝承館が、業務委託されている。公益財団法人農村文化研究所では、2018年に、 手引書となる DVD を制作した。第一人者である遠藤清子の手の動きを中心に構成し、原方刺し子の特有の技法とされるくぐり刺しなど基本10種類の刺し分を紹介した。原方刺し子はデザイン性の高さから中国やイタリアなど海外の工芸店にも出品される注釈出展。ありがとうございます。